こんにちは。今日はミルフィーユ鍋を作りたいと思います。ちょっとね、寒い日が続くので、あったかいお鍋で、初です。お鍋はよくやるんだけど、ミルフィーユ鍋は初なので作っていきたいと思います。食材を紹介します。まず大事なのは白菜1/4です。次はじゃん、お肉、豚バラ肉がいいらしいですよ。30% 引きだったので、これお得なのだよ。そしてそして、じゅん、太麺の麺、これを締めに使いたいと思います。北海道産小麦 100% 使用って書いてある。絶対うまみじゃん。いいですね。じゃあ作っていきたいと思うんですけど、もうめっちゃ簡単だった作り方。まず白菜を置く、こうやって肉を置く、でこうして肉を置く。合ってるよね。こんなしんしんしてていいんだよね。お鍋になるからいいってこと。めっちゃ簡単だけど、本当にこれこんなんで出来上がるのかな。白菜をただ、白菜とお肉をただひたすら重ねるのみ。主婦の方、違ってたらコメントください。なんか CM とかで見てずっとやってみたいなとは思ってたんですけど、初の試み。すごい、今ねこんな感じでできた。結構分厚い。これをザクって、まあ3等分くらいにしてお鍋に入れていく感じですね。切ります。え、結構で、ここかな。おお、硬い、肉だから。で、ここに入れる。確かそうだった、さっき見たから。おお、なんかでも、こういうのかな、そうかな。合ってんのかな。じゃーん、ミルフィーユ鍋の完成です。どん、こんな感じで汁入れてきます。入れます。わ、いい匂い。結構味濃そうだね。こんな感じ。 OK、 じゃあ行ってきます。味噌のやつのタレにしたので、多分本来の感じとはちょっと違うんですけど、美味しそうです。じゃあいただいてみますか。おお、あ、でも芯もあるけど柔らかそう。うん、うん、しっかり味が染み込んでます。芯もめっちゃ太かったのに、ちゃんと柔らかい。おいしい。白菜からお水が結構出るから、なんか濃いかなって思ったけど、全然問題なしかも。うまみー。ということで、食べながらなんかお話ししていこうかなと思います。最近の近況報告は、奈良に行ってきたんですよ。で、初めて奈良行ったんだけど、もうね、鹿に会えるってことでめっちゃ楽しみにしてたの。鹿に餌あげて仲良くなろうと思って。そしたらもう鹿が発情期だったのかなんだか知らないけど、もうね、すごい勢いで私に体当たり突撃してきて、もう大変だったの。今度それも YouTube と TikTok とかにあげるので楽しみにしてて、本当に衝撃映像。
うん、うんうん、この間スラムダンク見てきたの。スラムダンク見てきたんだけど、なんか映像がすごくって、なんかアニメの映像っていうよりかは、なんだろう、 3D というか、なんか滑らかな映像なの。動きとかがめっちゃリアルなんですよ。で、私バスケやってたから、なんかすごい自分がバスケやってる時点の映像があったりとかしてて、もうね、なんか本当に人間が動いてるみたいですごかった。でですね、結構なんか熱いシーンとか、まあ、ネタバレじゃないけど、ネタバレ注意みたいな感じなんですけど、その試合をやっていく中で、選手ごとのなんか歴史というか裏背景みたいなのが描かれてるんだけど、もうそれがいちいち良すぎて、もう涙涙みたいな。ぜひ見てほしい。え、どうなんだろう、あれバスケをやったことない人どうなんだろうね。バスケ好きな人は絶対好きだと思う。結構その試合、本当にバスケの試合の中でそれぞれの裏背景とかなんかが描かれてくんだけど、かっこよかった。なんか人生頑張ろうって人生頑張ろうって大変だけど、なんか努力して頑張ろうって思うような、そんなドラ映画でした。麺を投入してきました。太麺あ、なんかドロドロ、ほんと。あの、なんか麺を茹でなきゃいけないんですよ、多分入れる前に。けどそれをめんどくさがってたらドロドロになった。一口食べても、あ、うんうんうん、めっちゃもちもち、太麺最高だ。うんうんうん。みんなは今日の夜ご飯何ですか？ぜひぜひ、なんかゆっくりね、一緒に夜ご飯食べながらでも見てください。コメントで待ってます。何、今日の夜ご飯が何だった？うんうんうん。兄ちゃんあるある話で言うと、なんか写真をよく撮るのね、スマホでなんだけど。で、それをめっちゃ大量に撮ったのを家族 LINE に大量に送りつけてくるの。だからめっちゃ通知がブブ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 ブみたいに来て、え、何って思ったら、兄ちゃんがココアの写真とかをめっちゃ大量に送りつけてんの。あの、うちの家族 LINE はココアの可愛い写真で溢れてます。可愛いでしょ、うちの自慢のワンコです。もうおじいちゃんだからね、あの、あんま歩かなくなっちゃったんだけど、そう、めちゃくちゃ可愛いよ。やっぱ冬といえばお鍋ですね。最高です。あ、このミルフィーユ鍋めっちゃ簡単だから、ぜひ作ってみて。作り方とかなんか概要に載せようかなとも思うけど、簡単すぎて、もう本当に白菜と豚バラを重ねて切って、あの、お鍋で煮るだけ。うん、めちゃくちゃ簡単です。ちょっとだけ残ってる。ごちそうさまでした。イエーイ。こんな感じのゆるい動画はどうでしょうか。今日の動画がいいなって思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録、コメント、切り抜き天才大歓迎ですので、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。